NGC188 は、ケフェウス座の三階星団である。1831年11月3日に、ジョン・ハーシェルが発見した。古くから知られている三階星団の一つであり、星団の年齢は68億年にも達する。多くの三階星団は、銀河系の重力相互作用により、数百万年後に離れ離れになっていくが、NGC188 は、 銀河平面のはるか上面に位置する最も古い三階星団の一つである。見かけ上天の北極に非常に近く、5度以下しか離れていない。この星団は太陽よりも銀河の中心部からさらに離れている。ABCDE シンバドアストロノミカルデータベースリザルツ 4NGC188 2012年5月3日閲覧 A.B. Celestial Atlas NGC188 ボナット c ビカ、e Santos J.F.C. ジュニア、スペシャルディペンデンスオブニマスルミノシティマスファイクションスインザオールドオープンクラスター NGC188 アストロノミーアストロフィズイクス433 917 929アーカイブアストロ PH 0502453ビブコード 2005A&A, 433, 9 1 7ト、ドイ ,10.1051, 0004から 6361, 241113, バンデンバーグ D.A. ステッドソン P.B., オンザオールドオープンクラスターズ M67, ア NGC188, コンベクティブコアオーバーシューティングカラーテンパチャーリレーションズディステンセスエイジズ パブリケーションツオブザ・アストロノミカル・ソサイティ・オブザ・パシフィック116-997011 11ビブコド2004パスプ1 1 6 9 9 7イドイ10.1086426340ありがとうございます。